よし、じゃあ引き続き行こうか。まあ下の方を解放するか、まあ目的地どんどん目指すかだけど、まあとりあえずどんどん、まずドラケンガルドちょっと解放急ごうか。で、多分だけどその方がベレンガリアの、なんていうか、奪還も早い気がするから、ちょっと早くベレンガリア仲間に戻したいからね。こっち側進んでいこう。さあ敵に見つかったが、やめて。ちょっとここ取って、ここかな？これでなんかステージかな？お前らが反乱軍。そうか。ならば相手をしてやろう。アルバート。まあ、街の普通の解放戦か。これ多分、ステージ結構狭い感じだよね、きっと。局地戦ゼノイラ軍の警備隊長アルバートが支配しているシェッツェの街を解放する。やっていこう。まあ、敵のレベル14だから普通に行けるでしょうね。まあ敵にのシーフに攻撃が当たりさえすればもう余裕で勝てるって感じだからね。はい、じゃあ見ていこうか。まあこっちね、ハンターがいるから、じっとしてなさい、じっとしてなさいって。じっとできない性格なんだよな。ナイスチェイス。静かにして、そこよ。あ、ハッシュ、ナイス。そしてシングルショットで、スティングとロールアックスで終わりかな。あ、避けられた。まあもう一丁ハッシュで、ナイス。ああまだ終わってない。まあまあまあこれで OK と。勝利、レベルアップいいね。まだまだ精進せねばなりませんな。はい、撃破と。まあ余裕っすね。はい、ステージクリア。まあサクッと終わるからいいね、こういう局地戦は。さあ、なんかシューターのやつがいるけど、なんだこれは。プロティーナ、この先の城に向かうつもりか。通すわけにはいかんな。あー、なるほどね。この解放戦クリアしたら、ここが解放できると。なんかだいぶ立派な街じゃない？ちょっと待って、関所解放戦レベル18。なんか急にレベル上がったな、相手の。これ大丈夫かな？いけるかな？ 18 ってことは結構レベル上がってるけど。まあでもここを突破しないことにはね、あれだから。ドラケンガルドの王都、ソルドラーガ城へ続くクラインフェルトの門、ゼノイラ軍が管理するこの巨大な門を攻略して王都への経路を確保する。敵のレベル18、シールドシューターとワイバーナイト。シールドシューターって初めてだな。あれ上位クラスかな、通常クラスなのかな、わかんないけど。やっていこう。クラインフェルト関所解放戦。さあ敵のレベル18は今までで一番強いけど、いけるかな。反乱軍が攻めてくると聞いて準備はさせてもらったぞ。絶対に通すな。ソルドラーガ城は我々で守るのだ。はい、でもこれ狭いね、だいぶ。かなり狭くて敵が多いね。まあ、これでちょっとでも削るか。いやー、相手のボス強いな、これ。まあまあ、負けるけど見るか。アシスト。アシストアシストでこんなに入れても。なかなかしんどい。当たらないんだよね、これ。きっと。言い切ったわ。防御を固める。さあ、防御を固めて。いや、当たらないんだよな。騎馬特攻強え。まあまあ、ガードが強いアレインと。ジャベリンが、まあ、しっかり当たってくれるから、いいんだけど。ナイスガード。つえー、マジックミサイル。これ当てたのでかい。あいたたた。何回攻撃するんだこいつ。うは。
何回攻撃するんだこいつ。さあ負けたが、相手の回復間に合っちゃうこれ。これでいけるでしょ。よし、おチェンジで。オッケー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 、これ勝てるよね。見てみよう。当たれ、ナイス。あ、しかもこれ行動不能か、でかい。ナイス。でヒールで、でカウンター。あ、そっかそっか。でもフォロースラッシュで、待機。あ、これでフォロースラッシュを当たれる。あ、いたたたた、ナイス。あぶねー、めちゃめちゃ強かったこの敵。まあ、やっぱレベル18はちょっと難しかったな。ナイス、レベルアップ。いやー難しかったこの戦い。なんとか勝てた。いやーきつかった。ナイスナイス。方向難しかったね。オッケー。いや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 、ここきつかった。石章解放しました。なかなか大変だったなここ。お、この先がソルドラーガ城。結構遠いな。いやこれまだちょっと勝てないかもな、今のこの関所でこの苦戦具合だったら。あら、あ、ギルベルトがもういるのね。合流せずにここから攻め込めば連携は難しいかもしれんな。どういうこと。レベル17。あれ、関所の方がむずいけど。ああ、ここ行くと、ここ行かない方がいいってこと？どういうことだろう。ここからぐるっと行けってことなのかな。ここ、このまま行かずに。でもレベル17ならなんか行けそうな気するけどな。ちょっと一回やってみるか、セーブして。今レベル18でしょ、今のが。で、次がレベル17だから、行けるんじゃないかな。ブラックナイト、ワイバンナイト、ハスカール。まあ強そうだけど行ってみよう。ギルベルトとの連携なしで行くというね、これ。まあちょっと行ってみよう。ちょっと難しかったら、言われた通り迂回して行ってみます。大変です。解放軍が城へ進軍を始めた。大変ですって。びっくりしてる、ギルベルト。アレイメ。こちらと合流せずに突入したのか。まあ聞いてたのと違うって感じだよね、これ。ヘルマ、お前の部隊でジョーカーを抑える作戦が無理になった。ごめんよ。承知しました。だが、解放軍が正門から突入するのであれば、攻撃は可能だ。殿下、どうされますか。解放軍の兵力なしに奪還は難しい以上、この機会を逃すことはできんな。やむを得ん。我々も出陣するぞ。なんとか無理やりこう連携してくれる感じかな。さあ、でも今の一個前の関所がレベル18で、ここレベル17だからいけると思うんだよな。なんかすげえ広いな。ギルベルトも黙って待っている男ではない。うまく連携を取って戦いを進めてくれ。孤立してるなギルベルト。こうなっては仕方あるまい。解放軍と敵を強撃する。進軍すれば敵も飛竜部隊を出すだろう。ヘルマン、お前はこの砦を守れ。なるほどね。正門を落としてから攻め込むとはバカ正直な連中だ。迎え撃つ準備はできてる。徹底的に叩き潰してやれ。はい、自軍の本拠地が制圧されるのが敗北。わ、遠いな。これまた時間かかりそう。さあ、ブレイブ4スタート。あ、でも結構十分兵力あるじゃん、こっち。広っ。なんだこれ。あの、ユークイット以来だね、こんなに広いの。ちょっとギルベルト弱いよ。いやー。えぐい。
いやー強い。もう無理だから諦めた。あ、ちょ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 。いやーちょっと強いな。レベル18勝てたからいけるかと思ったけど、広くなるとちょっと難しいから17でも厳しいな。ちょっと一回じゃあ言われた通り南に迂回してから行くか。言われた通りこっちから行くか。まあその間ちょっとレベル上がったりしながらね。これなんだろう。殿下、義勇軍の方がリア殿との面会を求めていらっしゃいます。何？ドラケンガルトの義勇軍か。王子のもとには参じてないのか。ギルベルト様の指揮下にない民が決起した反ゼノイラ勢力です。規模は大きくありませんが敵は同じ。ツテを頼りに共闘を持ちかけていました。なるほどね。ファビアン、リア殿が共に腕を磨いた間柄でなければ断っているところだ。解放軍の大将がおいでとは、これは会いに行く手間が省けたな。アレイン殿下、こちらがフルス義勇軍の代表で、挨拶は結構、返答のみ伝える。申し出のあった港町フルスの制圧、これについて共闘を約束しよう。お、遠いな。フルスは我らの故郷にして海上輸送の要所、住民も厳しく統制され苦しんでいる。この町の解放は我らも望むところ。うん、OK。出陣の時は教えてくだされば我らも合わせて出よう。では失礼する。あ、こっからもうステージ始まる感じ？ん？なんだ？フルスは元より迎えるべき要所、目標とすることに問題はありません。しかし義勇軍は共闘を心よくは思っておられる様子ですな。え、ほんと？交渉時に私が殿下を伴わなかった、それが面白くないのかもしれません。いや、コルニアの者の手を借りる、それ自体が気に食わないのだろう。ああ、ギルベルトも言ってたもんね前。コルニアとドラケンガルドは本来小競り合いが絶えない仲だったからな。もともとね、結構争ってたっていうからね。この共闘は組織化の第一歩なのですが、一朝一夕にはいきませんね。ともかく約束は交わせた。共闘できるなら問題はないはずだ。俺もうすぐステージ開始かい？お、出た。共闘戦、敵のレベル15。まあさっきよりは簡単だからいけるんじゃないでしょうか。シャーマン、ブラックナイト、グラディエーターね。オッケー。共闘戦やっていきましょう。ちょっとね、正面から行ったら厳しかったから迂回していくよ。攻撃による観光撃破が有効です。はいはいはい。部隊が突出せぬよう連携も大事だ。うんうん。地形的に容易に包囲されてしまう。あんまりこう突っ込まないでじわじわ行った方がいいってことかな。間欠戦にも注意が必要です。間欠戦。あちこちに噴出口がありますから。それはなんか怖いね。あら、クロエ、どうした？軍議中申し訳ありません。どうした？報告です。あらららら、何してんねん。フルス到着前に今包囲された模様です。今そうなったらまずいっていうさ話をちょうどしてたところだよ。何してんねんフルス隊。やっぱりこう投げかわしいやっぱりこうなんか共闘を心よく思ってなかったからそうやって勝手に動いたんだね。もうコルニアの手は借りない、そう息巻いていたと。あ、出た。はいはいはい、そんなこと言わずに一緒に戦おうぜ。なんてこと。義勇軍の壊滅は時間の問題。やばい。うかつに兵を。それまずい。でもさ、義勇軍壊滅するのもまずいから助けないわけにいかなくない？放ってはおけません。共闘を持ちかけたのは私です。うん、そうだね。いや、焦るのはわかる。知り合いも多かろう。しかし、直ちに救援の兵を。うん。せめて私だけでも行かせてください。いやいや、でも殲滅させられるのはまずいからそれはまあ助けに行くでしょう。ダメだ。え、行かないの？状況がわからないと危険すぎる。私なら敵の目をかいくぐれます。いや、危ないってさ、さすがに危ないって。やってみせます。石膏を出してくれ。並行して出撃準備だ。はいはいはい、かしこまりました。もうフルスタイさ、余計なことして悪いが、リア殿には戦場までの案内を頼みたい。はいはいはい、かしこまりました。グッと抑えたねリア。リアもちょっと心よく思ってなさそうだけど。さてと、アレイン殿下、石膏が戻りました。状況を報告いたします。うわ、遠いなこれもまた。うわ、めっちゃ包囲されてる。
現在遺跡に立てこもっています。しかもゼノイラ軍に包囲され逃げ出す隙間はもうありません。殿下、本来の目的はフルスの攻略、今撤退すれば敵はさらに防備を固める。義勇軍は捨ておき、フルスに全部隊を送るべきかと考えます。そんな、いやまあそうだよね。いや、義勇軍はまだ救出できる。殿下、フルス攻略より義勇軍を優先すると。義勇軍を救出し、かつフルスも攻略する。なんと、不利は毎度のこと。だが勝利への道筋はある。兵たちに伝えてくれ。一角獣は我らをお守りくださると。ほう、解放軍です。コルニア解放軍が来てくれた。喜ぶには早い。敵は我らを餌にして解放軍が来たら逆撃する気だ。我々は見捨てられると。罠と知りつつ兵はよこすまい。また先走ったのは我らだ。それで助けろとは虫のいい話。この上は最後まで潔く戦うまでだ。まあまあまあ、そう言わず助けてやるよ。あの完結戦っていうのがなんかところどころ見えるけど、あれ何なんだろう。通れたり通れなかったりするみたいな感じかな。さあ、ステージスタート。結構広いんだよな。助けに行きたいけどさ、どうしたらいいんだこれ。ある程度持ちこたえてくれると信じてじっくり行く方がいいよね。なんとかこの辺まで来てキャンプで回復して、こっち側、右側と左側に行く部隊と分ける感じかな。それまではまあとりあえず慎重にこうちょっとずつ進んでいく感じかな。ブレイブ4あるから3部隊出そう。分が悪いな。いや普通に結構やられてる感じあるけど。普通に耐えれなさそうで草なんだよな。え、何それ。ウェブに近づくな。接触すれば被害は避けられんぞ。地面から吹き出す間欠泉に接触するとダメージを受けた上、しばらく移動不能になってしまいます。移動できなくなると敵に包囲される恐れがあります。迂回するか移動のタイミングに気をつけて進軍しましょう。まあ、ちょっと全員で行くか、ゆっくり足並み揃えて。くそ、攻撃が激しい。まだだ、倒れるわけにはいかないぞ。え、普通にさ、ある程度耐えてくれないと全然無理だけど。あちらですわね。いやー、なんか動きが。なに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 。願わくば我が血と肉が、肉と血がこの大地の糧とならんことを。やられたの。ねえ、無理なんだけど。それはさすがに無理じゃない。ちょっと待って、ちょっと待って。これどうしたらいいんだ。そっか、こうなるんか。え、これどうしたらいいんだろう。グリフォンナイトの部隊出して、ブレイブ発動して、移動速度速くして、もうすぐ移動して助けに行くしかないよね。そういうなると。お任せください。いやー、これ、ぶつかる？あー、かわす。これはマジックマインですね。何？近づくと爆発で周囲の部隊に被害が出ます。飛行部隊なら避けられる。必要なら指示をくれ。なるほどね。飛行部隊だったらいいんだ。あ、これをかわしてって。いやー、間に合う。これ間に合うのかな。ちょっと間に合うかどうかこれ見て。あー、ぶつかっちゃった。マジか。厳しい戦いになりそうです。いや、マジか。それはしんどい。あー、終わった。もうこれは無理だ。いや、マジか。この戦いきつくない？ファビアン隊が弱すぎだもんな。これどうしたらいいんだろう。いやー、ダメだな。勝てねえな、これ。ちょっとこれも、ダメだな。フィールドに戻ろう。いやー、勝てねえな。これちょっともうちょっとレベルとか修行、レベル上げてこないと勝てないね、これ。解放してない地域に向かうか。一回ちょっとドラケンガルトのこの下の地方とか行って、まあ多分なんか新しい仲間が増えたり、あとまあレベル上げとかもできると思うんで、まあもうちょっと強くなってから、もう一回ちょっとここ挑戦しようかな。
ということで一旦ここまで戻ろうか。ドライバウムの町まで一旦戻って下の方、マップの下の方、こっちですね、解放していこう。ほら、なんだなんだなんだ、え、なに、ラガハウ砂漠来ました。すごい暑さだな。砂漠だからね、後ろのあの骨すごいな。あんなでかい竜とかいるの、この世界には。案内なしで砂漠を抜けるのは危険です。あら、行かない方がいいってこと。暑さだけじゃないぞ。はいはい、バージニア姫。何、実はこの砂漠、あらららら、かつて罪人の流刑地でして。そうなんだ、じゃあもう極悪人がもうはびこってる可能性があるね、この砂漠には。今も閉鎖的で、はい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 、人間には攻撃的なんです。しかもこんなさ、なんか高価なものを持ってそうな格好した人たちが入り込んだらさ、もうすぐ襲ってくるだろうね。それに盗賊たちの後ろも数多く、縄張りを荒らす者には容赦しません。なるほどね、行かない方がいいよってこと。盗賊どもが外で働いた盗みで砂漠の民は生かされてるんだ。なるほどね。貴族の勢力低下に一役買っているので、はいはいはい、王国も見て見ぬふりをしてきた。なるほどなるほど。そんな場所だから誰も立ち入らない。ほう。まあ実質別の国のようなものだな。なるほどなるほど。あら、オーバンどうした？どうした？急に割って入ってくるな、無礼者。怒られたオーバン。すまねえな。罪人の流刑地だったとか言われると言いづらいんだな。うんうんうん。どうしたの？俺はここの出身なんだ。あ、そうなんだ。へえ。聞いた話によると、今じゃ、あ、そうなんだね。支配されてるらしい。なんか知り合いとかいるんじゃない？きっと。様子を見させちゃくれねえか。ああ、オッケーオッケー。家族同然の知り合いがいる。なるほどね、やっぱりそうだよね。心配なんだ。俺なら安全に抜ける道も案内できる。案内人いるじゃん。うん、そうか。砂漠の民の案内があるならどうする、アレイン。行こう。砂漠の民がゼノイラの支配下にあるなら、そうだね、やはり見過ごせない。確かに。オーバンの家族も心配だ。うんうんうん、優しいな、アレイン。すまねえな、恩に切るぜ。さてと、あれ、オーバンだ、ここは俺の故郷なんだ、案内は任せてくれ。案内頼もうか。砂塵の先へ。あら、何、ステージが始まるの。そうなんだ。まあまあいいでしょう。敵のレベル11だから、まあサクッと勝てると思うから。ドラケンガルドの元流刑地として知られる砂漠。危険なこの地帯はオーバンの故郷でもあった。知り合いを心配する彼は様子を見に立ち寄ることを希望し、案内を買って出る。はい、行きましょう。オーバンの知り合いが仲間になったりもするかな、もしかしたら。砂塵の先へ。やってみよう。あら、レックスだ。どうした？オーバンの言う通り、安全に進めそうだ。はいはいはい、オアシスで水を確保できて助かったわ。オアシスなんかあるんか。お、戻ってきたぞ。オーバンかな。どうした？話をつけてきた。この町だけは問題ね。だけは？この町だけはって他はダメってこと？安全に行けるように案内するとか言ったのに面目ねえな。問題が起きた。どうしたんだろう。なんだ？どんな問題が？話の通じる知り合いがいるって言ったよな。うんうんうん。昔馴染みのマゼランって名の盗賊で、マゼラン、ここいらを仕切っていたんだが、はいはいはい、そいつが半年前から別人のようになっちまったとこで、妖術じゃないそれ。他の盗賊団と揉めてるみてえなんだ。ねえ、もしかしてそのマゼランってやつも操られてる可能性はあるよな。確かに確かに。戦闘は避けられないのか。マゼランと話をつけられない以上、はあ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 、に入ったら攻撃されるだろうな。まあじゃあマゼランを倒して妖術解いてあげればいいんじゃないか。あいつに何があったのかも気になる。うんうん、うん、マゼランのいる盗賊砦に寄ってくれねえか。オッケー。では経路についての説明を頼む。もしマゼランが操られているのなら、うん、正気に戻せるか試してみよう。一角獣の指輪でね、やってみるよ。さてと、いいか、盗賊砦に行く道は2つある。はぐれ者の魔術師で構成された盗賊団が幅を利かせる北の経路と、腕っぷしの強い荒くれどもが集まった盗賊団が睨みを利かせる南の経路だ。マゼランがおかしくなってから今は争いの絶えない状態らしい。
あとは町の北側の遺跡だな。皇族に成り下がった竜騎兵が現れて町の連中も手を焼いてるって話だ。あとこれを渡しておく。なんだろこれ。タバコは足を取られて進軍が遅くなる。これを使って進軍を早めてくれ。アレイン様、私も皆さんの進軍を後押しできますのでご検討を。分かった、二人ともありがとう。ほうほうほう、ワイバーンがいるな。飛んでるのは弓兵で相手するか。いえ、盾で守られてるようです。難敵ですね。それなら魔術師を出撃させてはいかがでしょうか。ワイバーンは矢に加え魔法も苦手としているはずです。そうなのか、アレイン、一度試してみようぜ。オッケー。さあ、マゼランを倒せばいいのね。誰に盾ついてるとお思いですか。報酬も弾んでもらわねえとな。ナイス。え、何それ。あ、そんなことあんの。勝てるかなこれ。まあ勝てるね。見てみるか。当てられてるけど。ライトニングシェイカー。それはやめて。いやー、これエンドブロー来るからここでしっかり倒してほしい。ナイスナイス。オッケー。お腹が減りました。あら、知ってるんだ。駐屯地のやつらはやられちまったのか。話ができれば協力してくれると思ったんだが仕方ないね。とにかくだ、マゼランを騙させるためにあんたらの力になりたい。なんかどんどん味方になってくんだけど。オッケー。オッケー。レベルも上がったと。ブラッドアーツ。どうさもなかったわ。もうチェイスゲット。はい、まあまああっさり勝ちと。まあ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 。やっぱレベルが低いと余裕っすね。解放軍名乗ってるってか、まあ普通に解放軍だからね。マゼラン、俺に貸した金のことも覚えてねえのか。あははは、金取り立てですらしないと。貴様のような男など知るか。これは妖術ですね。ああ、強い妖番。こいつはマゼランじゃねえな。がめつくて有名なお前が貸した金を忘れるわけねえ。借りてる側の言葉か。確かにね。いいツッコミだ、レックス。それは。あれの旦那、言っちゃったのは。オッケー。一角銃の指輪で妖術を解いてあげると。さあ、がめつくなるかな。馴染みの騎士のグロスタに呼び出された時だ。はいはいはい。そいつが連れてた。あー、出た。バルトロだっけ、あいつでしょ。このざまよ。たく。くそ、情けねえ。アレインだっけ。旦那には世話になったな。仲間になるパターンか。俺のことも思い出せたんだな。ああ、お前はとっとと金返せよ。今すぐ返せ。ダメつくなった。よし、それでこそマゼランだ。借りてる側の言葉かよ。なことより旦那、今の状況を教えてくれるか。助けてもらった借りを働いてきっちり返すからよ。やっぱ仲間になるパターンか。俺はそういう男だぜ。まあ、オーバンといいね。なんか根はいいやつだよね。なんかこういうこいつらって。あ、なんかなんだなんだ。こっから先はなんだ。町のアレイン。え、何、おかしい。やけに静かだ。それに殺気をビリビリ感じるぜ。
どうしたマゼラン、何かあったのか。アレイン、ちょいと面倒なことになったようだ。わわわわ、囲まれた。敵か。いや違う。よう、リーザは無事か。無事かだと。あんた自分が何をしたか覚えてないのか。今の俺は解放軍だ。悪いがリーザに会わせてくれねえか。デノイラ軍の次は解放軍だと。あんた生かして返さねえからな。なんか状況が悪化してるんじゃないか。それにリーザとは何者なんだ。血を分けた妹だ。狩猟だった俺を補佐してくれてた。へえ。ここは俺に免じてマゼランを信用してやってくれないか。オーバンの兄貴、これまでどこに行ってたんだ。いや、そんなことはどうでもいい。こいつがおかしくなったせいで俺たちは。信じられない気持ちはわかる。だがマゼランに限ったことじゃなく、他でも同じことが起きてるんだ。ああ、なるほどね。あ、よかった、オーバンが話まとめてくれてるね。今のお頭に会って話を聞かせてやってくれないか。すまないな、案内を頼む。ついてきてくれ。リーダーのことかな、お頭って。今のお頭は遺跡の中だ、案内しよう。え、そのリーザって人のことなのかな。あ、女の人だ。あ、シューターじゃない。リーザ、シューターの仲間ゲットかな。心配をかけたみたいだ。心配だと。いやいや、しょうがないよ、操られてたんだよ。あんたのせいでどれだけ仲間が傷ついたと思って。まあ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 、そうなんだろうけど。それについては悪かったよ。だがあん時の俺は、なかなかね、説明するのが難しいんだけど。支配の術で操られてたんだ。はいはいはい。は、操られてただ。そいつは都合のいい冗談だね。冗談じゃないんだって。これ何、戦わないといけないの、リーザと。え、やめて。騙している可能性だって。まあまあまあ、確かにね。捨てきれないね。穏やかじゃねえな。待て、マゼランの身の潔白は俺が保証する。おお、オーバンの兄貴。オーバン、あんた生きていたのかい。ふーん、見たところ偽物、ね、これリーザも仲間になりそうだよね。マゼランが仲間になってるんだしさ。昔と変わらず男前だろ。おー、いいキャラしてるね、オーバン。変わらないね、何年経っても。かなりなんかマゼランの妹だけど、なんていうかこう姉御肌というか、またこれ強気な強い女性って感じのキャラが出てきたね。オーバンの人相に免じて信じてやるよ、兄貴。おお、よかった。どっちにしてももう仲間は数えるほどしか残ってないから、ね、はい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 。なんでやられちゃったの。俺がいない間に何があったんだ。ゼノイラ軍かな。オーバン、グロスタって黒騎士を覚えてるか。グロスタって黒騎士。ドラケンガルド王国、ルートヴィヒ王子のコノエだろう。あれかな、ベレンガリアみたいな黒い鎧のクラスかな。国と組織を裏から取り持ってくれたやつだ。なんとかなんとかオノっていう、ダークマスターだっけ。ダークなんたらオノっていうクラスだったから、ベレンガリアが。ダークなんたら剣っていうのがいるのかな。兄貴と同じだよ。あららららら、あいつも様子がおかしくてさ。じゃあそいつが今回の敵かな。突然人が変わって攻撃を仕掛けてきやがった。はい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 。何度も襲撃されたせいでこの地を去ったやつも多いんだ。なるほどね。マゼラ、ああ、そうだね。グロスタも術にかかっているに違いねえ。グロスタをじゃあ助けるか。あら、グロスタが攻めに来たんじゃない、もしかして。グロスタの兵士たちが、あ、ほらね、こっちに進軍してきてる。はい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 。面倒だね。解放軍のことを嗅ぎつけたのか。あ、きっとそうでしょうね。ひとまず西の村に退避するよ。村を拠点に奴らを迎え撃つ気か。ああ、その通りだ。このままおとなしく引き下がるのは勝負んじゃね。俺からも頼む、グルスターを。オッケー。岩の力で助けてやってほしい。マゼランはね、もう仲間だからね。この状況を放ってはおけない。仲間の頼みとあったらね、これ助けるよ。でもグロスタ強そうだな。あのベレンガリアみたいな感じでしょ。多分なんか上位クラスと上級クラスと同じ強さを持ってるはずだから強そうではある。あ、グロスタいた。男か。マゼランがこの地に戻ってきただと。石膏の情報では反乱軍と共に行動しているとのことです。一体どういうことだ。棟梁のリーザもオアシスの村へ行動を開始したとの報告がありました。撃って出る気か。奴らを迎え撃ち、その村を制圧するぞ。さあ敵のレベルは12。まあこれはいけるでしょう。敵がブラックナイトソードマンシューターね。オッケー、行こう。レベル12ならさすがに勝てると思う。
よし、リーザが仲間にいるね。目標のグロッサは砂漠の東に陣を敷いている。砂漠の進軍は足が取られる。連中の拠点は必ず確保してくれ。そことそこね。オッケー。リーザもアレインの指揮下に入る。うまく使ってやってくれ。オッケー。私の毒矢は守りの堅い敵も確実に仕留める。味方の回復もできるから後方支援は任せてくれ。シューターね、もう味方にいるから知ってますよ。さあ1個目の拠点だね。ここは戦闘見ていこうか。まあ痛いけどリベンジャー発動すると。で HP 減れば攻撃力上がるんでね、ブラックナイトは。キャバリエールでさらに攻撃力上げていく。ワイルトラッシュ、ああ当たらないと。あ回復しちゃったね。まあまあまあいいでしょう。ベノム、アークス、ナイス。これ次毒で死んでくれないかな、あいつ。だが毒で死ななかったか。ガバリエール、さあ当たってくれると嬉しい。ナイス。ラインワイルドラッシュ、さあソードマンには当たらない。ソードマン当たらないからね、ほんとなかなか。さあ敵の最後の本拠地来ました。まあまあまあ勝てそうだね。とりあえずまだ倒しきれはしないけど見てみようか。これがグロッサか。普通にブラックナイトだね。なんか黒い鎧のなんか特殊なクラスのやつかと思ったら、まあ、アシスト射撃が入って、あリベンジャーで、ああ相手のな、神父がな。さあこれで神父以外に攻撃してくれれば、そうだね、アサルトブローで AP が1増えると。うん強いな。さあ万全だね、回復して。まあ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 、かわしよるんすわ、あのシーフは、シーフはかわしよるんすわ。当ててくれ、ナイス。アサルトブロー当てるとね AP アップするから、おりゃ。まあ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 、まあ、敵2体倒しつつということでね。さあこれで終わりだね。まあアシスト回復は関係ないけど、最後戦闘していこう。まあ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 、ブラックナイトねなかなか強いけど、まあこっちの方が強いと。サードバインドアサルトブローで AP も増えると。回復して万全な状態と。もうダメ。シールドバッシュで OK。 はい完璧。経験値いいね。モールドのあと1なんだけど、レベルアップまで。 OK。 さあ来ました。なんか気絶無効の盾をゲットだね。さあこれでグロスターも多分仲間になるんじゃないかな。おグロスター、なんかうなだれてるグロスター。今だアレイン。さあ一角獣の指輪で、これ馬も妖術にかかってんのかな。はいこれで妖術から目が覚めましたと。本当に元に戻ったのかい。おそっか、リーザはこの場面見てなかったもんね。おそらくな。俺は一体この間やっぱ記憶もなくしてるんだよねきっと。さあタプルフーラ駐屯地。おなんか結構礼儀正しい人なんだね。砂漠の民に対してなんかひどいこと。あールノータイプかな、かなり責任感じちゃうみたいな。あなたのせいではない、すべてはゼノイラの仕業だ。そうだね。そうだ。お前さんなら民の信用をまた取り戻せるさ。オーバーマジでなんかいいやつだよな。最初は全然そんな感じしなかったけど。俺たちと共に
戦ってくれないと。ブラックナイト欲しい。アレイン殿、ありがたい申し出、痛み入ります。いや、なんかすごい礼儀正しいな、グロスター。見た目と違って。暴国とはいえ、俺はドラケンガルドのこの騎士。味方になってくれないの。己を取り戻した今、主から命ずられた通り、はいはいはい、この地を守らなくてはなりません。そうか、忠義に熱いお前さんのことだ。そういうとは思ってた。いやいや、でもさ、アレインの味方して解放軍がさ、ゼノイラを倒せばこの地守られるんだから、来いよ。こればかりは譲れない。亡きあの方のためにも。そうなんだ。同道できずとも志は同じだ。仲間になると思ったのにな、グロスター。取り戻そう。うるせえ、行こうって言って仲間にしないよ。お互い頑張ろうぜ。チェ。リーサは仲間になるでしょ。オッケー。いいだろ、アレイン。もちろんだ、リーサ。リーサが解放軍に加入。グロスター仲間にならないの？チェ。よし、じゃあ。ドラケンガルドのマップもね、下の方ちょっとずつ解放してきたところで、今回の動画はここまでにいたします。ここまで見てくださってありがとうございました。次の動画もまた見てください。それでは、バイバーイ。